リトアニアの国旗は、黄、緑、赤の三色旗である。ヨーロッパの国であるが、偶然反アフリカ色が用いられている。リトアニア共和国独立回復前の1989年3月20日に再制定され、2004年に、縦横比が8時16分から3、5に変更されている。同様の三色旗は、 ソビエト連邦に編入される前の1918年から1940年にかけても使用されていたが、当時の国旗は現在のものと比べると色合いが明るく、縦横比は2、3であった。1940年から1989年までは、リトアニアソビエト社会主義共和国の国旗が使用されており、1953年までは赤旗に、 鎌と土が描かれ国名が書かれた旗が使用され、1953年からは赤旗に鎌と土及び星が描かれ、緑と白の帯が施された国旗が使用された。リトアニアを象徴する旗としては、15世紀のヤン、ドゥーゴシュの著作、プロイセンの紋章に記録されている旗が現在知られているものの中で最初の例である。1410年のタンネンベルクの戦いでは2種類の 旗が用いられた。この戦いでは、約40の連隊が馬に、また外敵を追う騎士の描かれた赤い旗を掲げ、また他の連隊は、ゲディミナス系の紋章が描かれた赤い旗を掲げていた。騎士が描かれた旗は、ビーティスとして知られ、リトアニア大公国や、ポーランドリトアニア共和国の国章にも描かれ、18世紀末の ポーランドリトアニア共和国の分割によって国家が消滅するまで用いられた。さらに現代においても国章に描かれており、また2004年からは政府機として用いられている。小リトアニアの旗ヨーロッパの諸共和国における国旗変更に影響を受け、リトアニアでも木、緑、赤の三色旗が誕生した。三色旗という案はフランス革命後に採用された青、白、 赤のトリコロールの影響で生まれた。リトアニアでそれ以前から存在していた三色期は、小リトアニア地方の緑、白、赤の三色期のみである。木、緑、赤の三色期を最初に提案したのが誰であるかは知られていないが、この案は19世紀、ヨーロッパやアメリカといった海外へ移住したリトアニア人によるものと考えられている。この三色は、 民族的な織物や衣装によく用いられる色であった。1905年のビリニュス大会議において、この三色旗は、リトアニア国民の旗として、ビーティスの旗以上に支持を受けた。ヨナス・バサナビチュスが強く支持したビーティスの旗は三つの理由から選ばれるには至らなかった。まず、大会議では、ベラルーシやウクライナなども領土に含んだ。 リトアニア対抗国の旗からは距離を置くことが望まれたことが理由として挙げられる。次に、マルクス主義者や共産主義者の主義主張に連合する革命からが赤色を支持していた。そして最後に、ビーティスの旗は複雑で縫い合わせるのが容易ではなかったことが理由であった。国旗に関する議論は1917年のビリニュース会議で再び起こった。緑と赤の二色が、 民族の色として浸透していたことから選ばれた。芸術家のアンタナス・ジュムイジ・ナビチュスは会議場を赤と緑の小さな旗で飾った。しかし大議員らは、この日色が暗く陰気なものだとしてあまりこのデザインを好まなかった。その後、タダス・ダウギルダスが朝日を象徴する黄色の細い帯を赤と緑の間に付け加えることを提案した。しかし大議員らは、バサナビチュス、 ジュムイジナビチュス、ダウギルダスの3者による特別委員会によって問題解決するよう決定した。1918年4月19日、特別委員会はリトアニア評議会に議定書を提出、上書き、中が緑、下が赤の3色機で左上にビーティスを描くこととされた。評議会はこの提案を受諾したが、1922年の リトアニア共和国憲法では国章に関する条文が制定されなかった。こうして現在用いられている国旗が採用された。国旗に関する議論はその後も続いた。黄、緑、赤の組み合わせはそれまでの文章を継承するものではなくふさわしくないとして制定された国旗に反対意見もあったが、戦艦期には国旗が変更されることはなかった。第二次世界大戦中、 リトアニアはまず、ソビエト連邦に、ついでナチスドイツに占領された。戦後はソ連に編入されたが、ソ連時代には二つの国旗が用いられた。戦後すぐは、赤旗に、金色の釜と土が描かれ、リトアニア語で、リトアニアソビエト社会主義共和国の国名が、金色の字で書かれた国旗が採用された。1五十三年に変更され、赤旗に鎌と土、 星が左上に描かれ、下部に白と緑の帯が施された国旗が用いられるようになった。1988年、サユリスによる運動が加速していく中、リトアニアソビエト社会主義共和国最高会議は黄、緑、赤の三色旗を国旗として再制定した。ソビエト連邦からの独立回復宣言後1991年6月26日に国旗法が承認され、 国旗のデザイン、大きさ、使用法などが制定された。その後1992年の国民投票で承認されたリトアニア共和国憲法の条文でこの三色旗が国旗である旨が明記されている。2004年7月8日、国旗法が修正され、重要比が8時16分から6時10分に変更された。1991年6月26日に、 承認されたリトアニア国旗法で国旗のデザイン、大きさ、使用法などが制定されている。2004年7月8日、国旗法が修正され、縦横比がそれまでの1、2から3、5に変更され、またビーティスの旗が政府機として公式に採用された。この変更はバルダス・アダムクス大統領にも承認され、2004年9月1日から発行された。国旗。 政府機の正しい色彩は、パントーン、マッチングシステムによって決められている。国旗、政府機とも、縦横比は3、5とされ、標準的な大きさは1メートル1.7メートルとされる。その他の大きさのものも作ることができるものの、色彩と縦横比は法に基づいたものでなければならない。黄色は、リトアニアの光り輝く農地を表し、緑色は、地方の自然を、 赤色はリトアニアのために流されたすべての地を表している。2004年に公式に色彩が決められた。以下がその内容である。2004年に制定された政府機2004年国旗法改正により政府機が新たに制定された。この旗にはリトアニアの国章が描かれている。縦王比は国旗と同じく6時10分である。政府機は チェスロバス・ユルシェナス・セイマス副議長とエドムンダス・リムシャモン委員会議長によって提案された。また、政府機と同様に大紋章も提案されたが、これらはミンダウガス王の大観750周年を記念して制定することとされた。政府機や大紋章はアルビーダス・カジュダイリスによってデザインされた。この旗はもともとジャルギリスの戦いで用いられたもので、 中部リトアニア共和国でも用いられていた。独立を目指す民族運動の中でこの旗はリトアニア人を象徴する旗の一つとなった。スペイン、ドイツ、タイ、フィンランド、ベネズエラなどでは市民用の国旗とは別に政府旗が制定されており、リトアニアでもこうした国に習って制定された。国旗法ではリトアニア大公宮、トラカイ登場、そして ビータウタス対抗戦争博物館の3カ所で政府機が掲揚されると規定されている。その他、以下の記念日には特定の場所で掲揚される。大統領官邸に掲揚される大統領旗大統領旗1993年、セーマスは大統領旗を公式に制定した。大統領旗は中央に国章が描かれており、背景色は法的には 紫色と規定されているが、実際は園児色である。重横比は1、1.2である。大統領が首都ビリニュスにいる時には、大統領官邸に掲げられ、公務で出かけるときは降ろされる。リトアニアの軍艦機は1992年より使用され始めた。背景色は白で、青の十字が描かれ、関東には国旗が描かれる。十字の幅は、 旗全体の横幅の7分の1で、旗の縦横比は1、2である。この旗は、もともとはカウナスヨットクラブにて用いられていたものであったが、当時は、縦横比が2、3であった。軍艦用国籍機には、白の背景に青の怒りが描かれたものが用いられる。中央部の気象には赤字に、木の下ィミナスキの紋章があしらわれている。また、 小党のペナントがリトアニア海軍の船舶における使用のために採用されている。旗の縦王妃は1、2である。空軍機には関東に国旗、下部に青色のビーティスの十字架と羽が描かれたものが用いられる。旗の縦王妃は1、2である。リトアニアの核軍も独自の旗を採用している。青の円枠に 金のビーティスの十字架が十個描かれている点は、すべての軍機に共通している。中央の絵柄は、各軍によって決められ、大抵の場合、コーリやキラと同じ絵が描かれている。2007年2月16日、独立宣言が行われた建物に掲げられた、こっきりとアニアの国旗は縦にも横にも形容することが、でき、公的施設、個人の住宅、企業、船舶、 街の広場などで形容される。横向きに形容する際は3色の内黄色の面を上にして形容しなければならず、縦向きに形容する際は黄色の面を向かって、左に赤の面を右にして形容しなければならない。通常は日の出から日没まで形容されるが、リトアニア国外の政府施設においては24時間形容される。国旗は、 法で規定された水準に満たしていなければならず、汚れたものや傷ついたものは形容してはならない。もに服すワは以下の方法で形容される。まず最初の方法は半旗として知られるもので、まず国旗を旗竿の最上位まで掲げ、その後旗竿の上から3分の1の位置にまで下ろすことで行われる。また別の方法は長旗と呼ばれるもので、 国旗に黒いリボンをつけて形容される。リボンは幅10センチメートルで旗竿に結びつけられ、リボンの端が国旗の底辺に届く程度の長さのものを用いる。葬儀においては、政府高官や兵士、独立宣言署名者、その他大統領の布告により指名された人物の棺が国旗で覆われることもある。その際用いられた国旗はその後を折りたたまれ、近親者に送られる。 リトアニアの国旗が他の旗と共に形容される場合は、リトアニアの国旗、リトアニアの政府旗、外国旗、欧州旗、国際 NGO 旗、大統領旗、軍旗及び政府旗、軍旗、式、その他の旗の順に優先される。外国旗とリトアニア国旗を共に形容する際は、リトアニア語におけるアルファベット順に並べられる。ただし、リトアニアで行われる会合などでは、 例外的に別の言語によって並べられることもある。欧州旗はリトアニアの欧州連合加盟により形容されるようになった。リトアニアは北大西洋条約機構にも加盟しているため、法では規定されていないものの NATO の旗が形容されることもある。また、特定の機会においてはエストニア国旗及びラトビア国旗が形容されることもあり。 その一例としては参加国それぞれの独立記念日が挙げられる。リトアニアの国旗法には国内における国旗及びその他の旗の規定、使用法、儀礼、製造などが盛り込まれている。国旗儀礼の一環として日々の国旗形容は推奨されているが、とりわけ以下の日においては国旗を形容することが強く推奨されている。上記の日とは別に、 選挙の日にも選挙会場で国旗が掲げられる。また、リトアニア政府は国旗法4条7項に基づき国旗の形容を要求し、例えば追悼の意を表する場合など特別条件を決定する権限を持つ。赤、黄、緑の3色はハアフリカ色と呼ばれ、アフリカ大陸の諸国で幅広く使用されている。ありがとうございます。